スーパーカップです。このシーズンの初めに開かれる大会、この時間はバレンシア対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、このスーパーカップなんですが、シーズンの最初から緊張感のあるゲームになりそうですね。今ファーストハーフがスタート。スペインスーパーカップファーストレグ、バレンシア対バルセロナ。さてですね、彼の安定感はチームにとって大きいですよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待して見てまいりましょう。上がる、全然発揮したいですよ ねリーグ戦に向けて真剣勝負の場なので、しっかり結果につなげたいですよね。はい、さあつながるか、シュート、いや、あの位置からのシュートですからね。ラインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。入る位置ですが、どうでしょう。早速蹴ってきますね。この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。チャンスになります。スルーパスを狙う、来たか、いけるか、一旦前を取る、これはファウルでしょう。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。さあどうする、シュート、もう一回バレンシアがクロスからノーンつけるといいと思いますけどもね。なるほど、中の状況をよく把握することが大切なんですよね。来た、ミドル、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。バルセロナ決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。これは来た、打った、戻りのバレンシア、同じようなチャンスが続いています。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。ロドリゴ、スペースを狙う、フリーで受ける、シュート、テアステーゲン、これよく止めましたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいです。バーへのボール、ヘッド、いや、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。前線に出てくる人数が多いですよね。バレンシア入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。つなげたい、バレンシア、バルセロナ奪い返します、シュート、
とても横っ飛び余儀なくされます。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。ロドリゴ裏へ届くか、この柔らかいパス、リバウド、マラドーナ、裏のスペースを狙う、シュート、アンスター、ここでスコアを同点にします。いいですね、この展開動いてますね。これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さあ北澤さん、この前半を振り返る、さあ後半キックオフです。からマラドーナ、もう一つ前に行きたい、残ってる、ミドル、ゴールでしたね。ゲームをひっくり返します。いやー、刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースをついた正確に平瀬のシュートコントロール、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を受けてしまうんですよね。この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、今日は中盤でのパス回しの中心を担ってますからね、マークをすることで彼の思い通りにさせないことが大事だという判断ですよね。サイドを使います。さあ中はいる、どうだこのシュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。ボールを持った瞬間に前線に出てきましたね。ジェラール・ピケ、ジョルディ・アルバから大きく前へ、オマーリオ抜ければチャンス、どうだシュート、シュート、バルセロナ、これで2点差。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね、いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。もう2点目のゴールです。バルセロナは交代枠をまだ一つ残しています。緩いボール、シュート、なんと止めた、リバウンド、ロマーリオ、この試合アシストを記録しています。スルーパスを出す、ここで受けて上げてくる、どうだ、点差は3点です。
北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんですよね。これはワールドクラスのボールですよね。チャンスを演出できるか。プレスからボールがこぼれる。ここで笛です。4対1、バルセロナ非常に難しいアウェー戦をものにしました。セカンドレグにも期待しましょう。北澤さん、試合の総括をお願いします。バルセロナとしてはいい勝ち方をしましたよね。